一緒にこれがプロ野球89。初回今日もよろしくお願いします。枠です。261枠目。この枠は第124試合近鉄対ロッテの最終戦26回戦最終戦の模様、実況実況だろう、解説西小原一郎でお送りいたします。西小原さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ホームランリポーター石原です。コーフィーさん、黒金さん、バーストさん、ゴールデンバーグさん、アランプロストさん、スズさん、ルドさん、赤戸大門さんの試合、さあマジックが5になっているロッテ実行の試合の試合、金曜のナイター、ゲーム差は 2.5、まだね、まあ直接対決はもうないんですけどもね、連敗したらちょっと危ないですよ。シャトルさんですね、まあマジックはね、もう5です、5でしたね。猫ちらしたね、はい、こんばんは。まあ間違いないとは思いますけどもね、はい、ゲーム差は 2.5、 まあここは近鉄戦でしっかり勝っておきたいですよね。セーブめちゃ強いじゃん、わらわら。セーブはもうロッテとの直接対決は終わっています。ですから自力優勝はありません。ただロッテはね、セーブはもうね、負けないでしょうからね、はい、もうロッテも負けちゃいけませんよね。ディアズ弁当は肉多め、わこ野球。ディアズの100号あるのか、佐藤龍さんにして、さあ行きましょう。近鉄対ロッテ最終戦プレイボール。打ち上げてアウト。これがフカードってすごいですよね。近鉄の先発は村田、これヒューカード、ね、ディースイースヒューカード、ヒューカード今ね考えればこう素晴らしいですよね、小さいしね、細いしね、細いスマートです。森さんが一番最初、近鉄対ロッテ最終戦、近鉄先発はサウスポーの村田。あ、両チームね、先発村田ですね、村田対決だ、村田対決ね。さあディアズ、近鉄もあと少しまで追い詰めましたが、わずかに届きませんでした、ね、3立てされたのがね、近鉄は結局あと響きましたね、はい、0.5 まで来たんですけどね。まあ一時はね、4.5 離してましたかね、近鉄がね、 4.5 か 5.5 離してね、独走体制に入ったんですけど、そこから連敗しましたね、近鉄もね。さあ、4番高澤、さあ、高澤の打球はライト前にポトリと落ちた。さあ、1塁2塁だ。5番水上、先制のチャンスロッテ、しかしこれは打ち上げてファーストフライ、2者残塁です。さあロッテの先発も村田兆治エース。まあ近鉄といえばね、もうあれですよね、鈴木啓司投手じゃないですか、300勝ピッチャーね。300勝ですよね、総根ですよ、総根ね、うん、まあ監督としてはね、あれでしたけど。2番村田、これは内野安打、村田じゃない、2番だ、新井すごいですね、わらわら。もうね、まあその上にもね、その上、ね、まあさすがに金谷の400勝もありますけどね。ちょっとこう6、4、3ダブルプレー、金村をダブルプレー、お互い初回ランナー出ましたが無得点でした。さあ2回表、ロッテは6番の岡部から初球打って、これは面白いところに転がってキャッチャーかセカンドがどうか、内野安打。さあ7番佐藤健、ゲッツーシフト、しかしゲッツーシフトですからね、こう1、2塁間、3塁間大きく空いてますからね、これはヒッティングゾーンが広がってますからチャンスですよ。広がってないピッチャーにピッチャー正面、1、4、3ダブルプレー、
いやピッチャーやね、三遊間か一二塁間に流すか引っ張るかしたらね、はい、何やってんだよ。よかったんですけどもね、袴田打ち上げて結局今回3人で終了しました。3人で終了です。さあ2回裏、4番のブライアントから初球スライダーボール、2球目観客席から酔っ払いの声、ピタゴロワナウツ。まあ藤井寺はね、昔はもう酔っ払いね多かったでしょうからね。ワンリベラレフトフライ、6番鈴木空振り、サード強い打球、藤井寺ね、川崎球場昔パ・リーグのね、主催試合は本当ね入ってませんでしたからね。まあね、それに比べると今すごいですよね。さあ、ツーアウトランナー二塁、7番村上です。ピッチャーゴロ、どうだ、間に合うか、間に合ったー。あー、さらにヤジも きついでしょうからね、そこら辺の方言はね。さあ、9番森田、森田、ショートフライ。チームプレーですもんね、はい、よく常連でしたね。一番戻ってアイコ、横浜の駒田君以上のヤジは聞いたことがない。ああ、まだね、まだたくさんあると思いますよ、その時。おっと、入ったホームラン、アイコー、アイコー75ホームラン、まあ今はね、もうね、できませんね、というのはね。アイコーも75、アイコー75記念ベッド発売。あ、ディアーズも打った、アイコー弁当いかがですか。クーラーゲップで買うだ。ツーベースではないシングル、70です。まあ70打ったらね、普通は本塁打王なんですけどもね、ディアズがいますからね。あと古川、古川もホームラン、古川59号、古川59号、飛び石ホームラン。はい、愛光選手のホームランダウンです。打ったのはストレート、ようやく70号に乗せることができた、よく打ったもんだ、ラッキーと言った。45号目ですね、これが This is Pro 野球。まあそうですね、59でもすごいんですけどね。ゆいさんいらっしゃい、本当よ。はい、古川選手のホームランダウンは本当なら59本打って俺が本塁打を取ってるのに、上2人が化け物がいるから残念だ。初めての本塁打を取りたかったな。アンラッキーと言ってました。以上です。化け物笑。さあ5番水上、愛子と古川のホームランで、ロッテが3点をこの回先制しています。古川選手まだ弁当も作られてませんからね。本当本来なら弁当ものですよ、このね、これだけホームランだったのね。もうちょこちょこ作られてる。さあフルカウント。でもこの村田ピッチね、近鉄の村田もロッテ戦得意としてたんですけどね、今日はね打たれてますね。近鉄が勝ってる時は青野よりもこの村田投手の方はね、一回完投されたことありましたよね。見逃し三振。しかしこの回愛子古川2本のホームランで3対0、ロッテが3点を先制。8番マキシ、ピッチャーゴロ。まあ互換的には、ね、似てますね。さあ9番山下、この放送は上品な放送なんでね。あ、そうですね、上品な放送なんで、私は下ネタは一切ないですよ。さ
さあ9番山下、この放送はね良い子の皆さんも見てますから。あっとストレートとフォアボール、流し打ちのホームランでしたね。本当かな。あのね流し打ちは見事ですよね。流してあそこまでスタンドを運ぶんですからね。おっとあセンター取れない。さあスタートが遅れたファーストランナーですが、これはサードまではいった。二塁三塁時計を回さないですもんね。さあワンアウト二塁三塁で2番の新井ボール一発出れば同点ですが、まあ新井選手はね、まあ、一発はないですけれども、視聴者一同あんたはねよく打ちますから。センターフライ。さあランナーサードランナースタート、タッチアップ、タッチアップ出た、出ました、消えた消えたランナー、野球って意外とゴルフと一緒で消えた、消えましたね。得点は入ってません。出ましたね、これがあの消えたランナー事件ですね。前回あった消えた屋敷に続く今ランナーで消えた山下でしたっけ、消えた大石ですか、透明ランナー、はい、ランナー消えてアウトカウントは増えて、これが栄冠、栄冠じゃない栄冠じゃないですよ西原さん、これは動画に残しましょう、これは残さないといけませんね。消えた、消えたランナーですね。はい、ホームインに止められないのね。そうなんですよ、アウトカウント増えるだけど引き込まれました ね、 ね、はい、タッチアップが早かったんですか、それでもプロ野球ですか。タッチアップが早いというところですか。でもタッチアップ早いっていうことはランナーがアウトになりますからね。ダブルプレーになるはずですけど、ダブルプレーにはなってませんからね、はい、アウトは一つだけですから。リプレイ検証。さあワンアウトランナー二塁で8番岡田、これはちょっと動画残すべき案件ですね。それでは三遊間、あとしかしこれはレフトがねいいとこ守ってましたね、前進守備でね。これはあの守備のファインプレーですよね。ランナー出ましたか、無得点3対0です。さあ4回裏4番のブライアントから、インデックはスポンサー料ない、ホームインしたこともありましたね、わら、あれはね盗塁したらホームインがありましたね。代走して盗塁したら、盗塁した瞬間に得点が入ったっていうのもありましたね。なぜかね、あれはまあ動画にしてますね、もう上げてますかね。動画タイトルつけとかないと、動画タイトルつけたっけ、動画タイトルをつけたかな。アウト、ツーアウト。動画ネタバレになるからつけてないのかな。試合数のあれだけしかついてない。ジネさんです。つまりさんのイコーの間に空間があるんですね。ロッテ対近鉄の最終戦、アイコーと古川の2本のホームランで3対0とロッテが3点をリードしています。あ、今日はねちょっとねあの角がねないですね、牛ですね、乳牛ですね。まあただね、まだまだ3点差ですからまだ分かりませんよ。第1番アイコーファルボール、ディアズ105記念伝統は82、ごめんなさい、ディアズはちょっと105は届かないでしょうかね、あと9本ですから、40ぐらいから問題のシーンですね。あと9本はちょっとねきついでしょうね、きついというか無理ですかね、はい。2番ディアズ、あと最大でももう5試合ですからね、はい、100号はやっとマスタカウシですかね。三遊間安打は出ますが、
上がりません。ちょっとディアでもね、ちょっと100はさすが無理かなみたいなね。もう1試合3本ずつぐらい打たないとね、届きませんから。もうそうですね、105だったら松坂牛でね、はい。2番高田は2アウトランナー1塁、打ち上げた、ショートフライ。さあ5回表終わって3対0ロッテ3点のリード。ロッテ先発村田兆治、近鉄も村田とダブル村田です。ストライク。ワイドワン。打ち上げた、ショートフライ、ワンアウト。9番山下。太陽の時はもう優勝したんだっけ。あ、太陽は兵庫とあたりじゃなかったでしょ。太陽はもうね、あの1周目の太陽は124試合目でリーグ優勝でした。というわけで今回は、1周目よりね、ちょっと枠数は多くなりますね、これはね。まあね、途中までコンパでしたからね、4球団がね争ってましたから。見逃し三振。いやー、いいスライダーでしたね。あ、切れてましたね。さあ6回目で5番の水上から初球打ち上げてショートフライ、ワンアウト。6番岡部。その途中までにいい出会いはありましたか。持つ。何の途中ですか。さあストレートのフォアボール。7番佐藤健。高さんですか。あ、結婚したんだよね、戸田ちゃんのね。戸田ちゃんも昔可愛かったんだけどね。途中までコンパしてたって言ってたので、リーグ途中までコンパしてた。あ、いや、コンパニオンのコンパじゃなくて、あれでしょ、混戦のパリーグってことでしょ、はい。佐藤選手飛び出てしまったか。飛び出ない、よくやる走塁ですね、これはね。さあ、2アウトランナー2塁、8番。まあ、ロッテもね、その追加点取らないとね、3点差ではちょっとね、不安ですよ、まだ。近鉄の猛牛打線ね。さあ、2番の新井。ライトの前。ああ、真剣じゃ、みんなね、真剣に結婚したんですね、もうね。さあ、これは金村打ち上げた、バースフライ。あ、ピッチャーフライ。真剣交際でね。さあ、4番ブライアンズ。ブライク。ファーストゴロ。これセカンドに先に投げて、牧野がちょっとね、分かんないから、5番レベルは何とも言いようがないですけど、まあね、やっぱ会ってみたら実際いいんじゃないのね。我々はテレビだけでしかしね、分かりませんから、実際にこうね、話してみると、ああ、いい人じゃないかということでね。ああいうイケメンはさっさと結婚してくれた方が幸せなんや。イケメンはでも結婚してもね、次から次へと女性とね、はい、付き合いますから。何ですか、あ、今度この間捕まった、アンジャッシュのね、渡部みたいにどんどん次から次へとね、モテる男は、それは多目的トイレの話ですね。
一夫多妻ですから、大体変にこじらせると多目的になってしまうから。さあ、一番愛子そろそろ追加得点ですよね、ここでね。さあ、愛子、あっと、これは切れたか、切れた。70号の大台に乗せた愛子。まあ、ここで一発打つとね、とどめのホームランですよね。さあ、とどめを刺すことができるのか、愛子。ワンスリー。わたべを捕まったことにしないで、わら。ああ、そうですね、週刊文春に捕まったんでね。セカンドフライ。さあ、ディアス、現在91本のホームラン。92号が出る、あー出ません。ちょっとディアスプレッシャーかかってますかね。100行きたかったんですけどもね、これではちょっと100は行きませんね。さあ、古川は60号1本手前、59本。古川もバレンティンになってしまうのか、古川バレンティンになることができるのか。まあ、古川選手はあと1本ですからね、60本、60本ね。シーズン60本超えが3人出るという蛇行到底のシーズン。しかも1チームから60本超えが3人出るのか。しかし期待の 1,2,3 番凡退です。ここのね、アイコー、ディアズ、古川で得点がね入らないっていうのはね。さあ、7回裏、6番の鈴木、初球打ち上げだ。もうそれだけでもね、180点以上ですからね。まあ全部ソロホームランでも180点以上ですから。まさか数理がちょっと分かんないんですよね、見たことないから。真剣じゃ見たことないから。モエプロのホーナーは他のゲーム行ったら間違いないでしょうね。さあ、8回目では4番の高さから。近鉄の先発村田はもうスタミナなさそうですけど、まあね、 ないと思いますけどね、続投させますね。この回頭から変えてくるかと思いましたけれども、変えてませんね。4番高さは、ラズダカ通りさんはね、あと、イケメンですね。ジャレコの名作は、ジャレコは何かな、ジャジャマル覗く。ジャレコといえば、フォーメーション Z。 さあ、5番、水上。ラッシングビートは面白かったね。ラッシングビート、シュラ。あ、スーチーパイだね。スーチーパイ名作だ。おっと、入ったー、水上のホームラン。意外な性能ある男、水上11号。水上選手11号、今日ロッテ3本目のホームラン。水上選手11号ホームラン。いや、これはね、嬉しい追加得点ですね。チームにとっても、水上選手にとっても嬉しいホームランですね。パチパチパチ、8回目で追加得点。ゲーム天国もね、面白いっちゃ面白いですね。さあ、これもアンダーフェンス直撃。打ったランナーは一塁ストップ。8番、袴田。ストライク。あれはね、いい種類でしたよ。ファールボール。初代はやってないですけどね、私、ランとシュラはやったことありますよ。ボール。ボール、全通。もう村田選手ね、本当、スタミナないですよ、もうこれね。記録で投げてますよね。初代は大味すぎるけど、ランとシュラでいいゲームになりましたね。私逆からシュラが面白かったから、ああ、じゃあちょっとランも買ってこようみたいな。あれ元があったんですか。PC エンジンのクレストオブウルフの、ライオットシティがね、クレストオブウルフになったみたいな、あんな感じなんですかね。
元ネタがあったんだ。さあ違うら村田兆治、村田兆治としてはね、まだね、まだ行きますね。はい、まだスタミナあると思いますよ。久々の完封いけるんじゃないですか。バスライダー、風もいいし。もう高級 SP でエロプレイはできなくなってしまうんですね。いや、やると思いますよ。ね、そういう趣味がある人はなかなかそういうのはね、抜けれませんからね。そうなんですよ。はい、そうなんですよ。きっぱりやめるってやめられない。はっきり言って。はい、そういうのはね。わらわら。わらわら。そういうのはね、抜けれませんよ。はい。そうですよ。ワン、ツリー、ライク。あれ今のブゼンさん。今のブゼンさん出てきましたね。あっと、今のセリフだけブゼンさんが言ってそう。そう、新井のホームラン。いや、新井選手がホームランですか。あらら、スタミナあるとおっしゃった西岡さんでしたけども、いや、ちょっとね、ここはちょっと、あ、でも体力ありますからね。はい、どことですね。3番金村打ち上げた。まあ新井選手もね、うまく芯に当てましたね。まあ完封は阻止されましたけどもね。さあ3点差です。一発は事故みたいなもんですからね。もうね、1、2の3ドーンって。まあ新井選手もね、ミートが上手いですから、うまく芯に当たってね、飛んだんでしょうね。二所さんはいつも適当に言ってるだけですもんね。違いますよ。放送終了の時間ですが、中継を延長してお送りします。あ、そうですね、まもなく放送時間終了の時間ですが、野球中継終了までお伝えしますので、放送時間を延長してお伝えいたします。この後の番組エイリアンクラッシュは時間を繰り下げてお送りいたします。あらかじめご了承ください。一部の地域を除きまして、野球中継延長のためエイリアンクラッシュは放送時間を延長してお送りいたします。放送時間を繰り下げてお送りいたします。謎なら完全生中継。さあ、アイコ、はい、水上選手のホームランダウンです。忘れたわけじゃないのよ。水上選手のホームランダウンは、打ったのはストレート、甘い球が来た、向こうのピッチャー疲れていたので俺でもホームラン打つことができた、やったぜラッキーと言いました。以上です。トモモさんいらっしゃい。今日はロッテが愛子、古川、水上の3本のホームランで4点、近鉄は新井のホームランで1点を返して4対1です。近鉄先発村田、ロッテの先発村田、ダブル村田でお送りしております。違います。あっとフォアボール。まあ村田同士もね、これ完投させるのかな。ディアーズのホームランはありません。今日はでもギリギリ終わりそうですかね。早くやればね。はい、次の回がね、村田投手がピシャッと抑えればね。さあ、4番ブライアントから初球打ち、ワールボール。まあブライアント、リベラ、鈴木とね、一発あるバッター続きますけども。さあブライアント、今日はノーヒット、いいところなし、サードフライ、ワンアウト。5番リベラ、今日は村田投手ね、素晴らしいピッチングでしたね。セカンド正面、セカンドゴロ、あ、ちょうどいい、よく終わるんじゃないですか。さあ6番鈴木、ボール。ボールノーツー、ワールボール。最後のバッターになるのか鈴木、粘っている。ワンスリー、あーとフォアボール。まあ近鉄はあの点が入ってれば、で入ってれば4対2ですからね。しかし村上ピッチャーゴロ、まあ入ってても負けは負けてましたね。4対1、見事村田兆治投手完投勝利。さあこれで西武勝ちます、勝ってますんで、マジックは1個だけです。まあ盗塁しただけで1点追加されるシステムですし、さあ 2.5 ゲーム差変わらず。さあマジックは、ロッテこれで近鉄戦勝ち越しですね。近鉄戦勝ち越し、あ、もう前で勝ち越しが切ってましたね。あ、完全に勝ち越しましたね。今日負けたら並ばれるところだったんでね。14勝12敗、近鉄戦は勝ち越しで終わりました。マジック4、早ければ明日ロッテが連勝で、西武連敗だと明日優勝が決まります。よい、まあちょっとね、西武が連敗だけどね、も聞かれなかったな。
考えられないですけどもね。新井選手はもう時間がないからごめんなさい、取ってません、負けてるしね。明日はデーゲームか。明日デーゲームで決まるか。まあ日曜日ね、明後日でしょうかね。はい、まあ明日決まる可能性もあります。さあ特訓コーナー、小川投手がスピードアップに挑戦。明日法事と伺いましたが午前中だけですか。明日まあ午前中デコボコ伝説が、はい、休み。まあでも時間があったらデコボコ伝説放送しますんで、はい、いつもの時間には放送できないと思いますけどね。はい、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。 PC エンジンこれがプロ野球89は毎週金土日やってます。ひょっとしたらちょっとね早く終わった 9時いつ9時半10時だったか忘れましたけど、早く終わったらささっと、まあ、30分ぐらいはできますからね。はい、おつでした。おつつです。また明日ダブルヘッダーで、お会いいたしましょう。おつでした。かしこまりました。一応間に合うように。はい、ありがとうございました。解説は西岡さんでした。はい、ありがとうございました。おつでした。おつでした。この後はエイリアンフラッシュ。おつでした。おつでございました。